解説担当の夜です。聞き役兼突っ込み担当の赤月だよ。同じく月です。皆さんよろしくね。くね今回のお約束はいかだよ。なるほどなるほど。わかりました。そして今回の作品はこれだ。角川書店の、リーンの翼、アイストン、メル物語より、第一巻です。著者は富野義行で、イラストは小川智則だよ。 角川書店より1984年1月25日初版発行だよ。パチパチパチ。パチパチ著者の富野義季は別途動画を作るので、今回はパスするね。イラストの小川とものリも別途動画を作成しようと思うくらい、いっぱいネタがあるので、こっちも今回はパスするね。ちなみに小川さんはアボですよね。ですよね。イデオンやダンバインはまさに小川さんですね。ははは。本館の構成は以下になるね。 オーラ、ロード。二、勇者、マルガン、ルドル。三、ミン、シャオの逆襲。四、街の夜。五、剣。六、報復の地。七、聖戦士。八、コラール、水へ。九、海賊。十、奇獣。十一、ガタバの軍艦。では、そんな感じで説明していこう。よろしく。バイストン、ウェルの物語を知る者は幸せである。 あれ。覚えて、じゃないんですね。うん。この、リーンの翼、では出だしが違うね。ダンバインは、覚えて、だもんね。そうそう。前提としてだけど、ダンバインとは世界観くらいしか共通点はないよ。そうなんだ。ペラリオとか、コモンとかそういう用語は出てくるけど、別物と思っていいね。なるほど。また、ウェアニメとも違うと思った方がいいよ。ほほう。 エブアニメはこの書籍版の数十年後という設定だけど、ストーリー以上繋がらないので別物だと思う。なるほどね。そういうことを前提に進めるね。はい。時は1945年5月中旬のこと、王家隊隊員の底水に悲壮は王家に乗っていた。王家ってあれですよね。はい。あれです。体当たり攻撃機だよね。アメリカ海軍の迎撃を受けたが、無事ボキから切り離してロケットに点火した。 30秒の加速が終わった時、F4U コルセアに撃墜され、体が機体から投げ出された。あれ、王カって速いんじゃなかったっけ王カは時速850キロと言われているね。ただ、対戦後期なので、この F4U は F4U、4だと思われるね。そうすると最高速度は728キロにもなるからその差は約100キロ。追いつけないじゃん。あ、それはね、王カは30秒だけ加速できるけど、 すぐ切れるんだよね。だからその後はどんどん速度が落ちてくるんだよね。そして30秒ってことは、ざっくり7キロくらい先に行くだけだからね。同じ時間で F4U は6キロ進むんだよ。その差は約1キロで、F4U だと5秒程度で1キロ進むからね。なるほど。それくらいならすぐ追いつくね。そうそう。そもそも F4U に積んでいる M に基準は射程が2000メートルあるので、届くんだよね。あ、そういうことか。はい。 なので、お互いが最高速度出しているとすれば、常に射程に入っているんだよね。なるほど。意外に速くないんだ。この時代ですからね。そして、この王家が爆発するほんの少し前に、サコミズ・シンジロはオーラ、ロードに滑り込み、海と地の間にある世界、バイストン、ウェルに至った。うん<う>。サコミズが気づくと暗闇の中の何者かから質問される。全く容量を得ない会話から、相手は敵だと判断した。 なんでやねん。軍人だからじゃないですか。城在戦場ってやつだね。壁には緑色の髪の不思議な女が岸壁に貼り付けられていた。そして襲ってきたのものから身をかわし、目に指を突き入れ剣を奪う。え、それって、ま、実戦だからね。よく、そんな器用なことができましたね。そんなわけで直進化下流の心得があった底水はこのピンチから脱した。この直進化下流だけど、 正式名称はカシマシンギンジキシンカゲリュウという流派で、有名な薩摩藩の次元流は分派らしい。この辺り全然詳しくないので、へえへ、と思ってね、へえ、そこにアマルガン、ルドルと名乗る青年が現れ、先ほどの壁に貼り付けられていた女ともども助けてくれた。アマルガンに助けられたサコミズは一通りの状況を聞く。ここはバイストン、ウェルという海と陸の間にある世界で、魂が地上界。 会場界へ旅立つまでの魂たちの修練の的のことだ。そして、この世界はフェラリオ、コモン、ガローランといった種族がいるとのことだ。フェラリオは魂の浄化の仕方を学ぶために天である海の中に居住を定め、コモンは人の世のあり様を修練するために大地に居を定め、ガローランは魂の弱さを極めるために悪行を仕掛けコモンとフェラリオの魂を食い尽くす術を学ぶ、そういう世界とのことだ。いや、 戦争中の日本人には理解に苦しむ世界でしょうね。世界観はダンバインと共有してるんだね。そんなこんなで状況をなんとか理解したサコミズは、しばらくアマルガンの拠点で預かってもらい去就を決める。というと、アマルガンの目的はお家復興とのことだ。また古風な、国起こしという表現が近いかもね。しばらくそこで考えていたサコミズは、現状どうしようもないことから協力することにした。仕方ないよね。そして、 まずは海賊船ゼラーナに行く。あ、ゼラーナか。ここでも出てくるんですね。普通に海に浮かぶ船だけどね。あ、そうなんだ。オーラシップも出ませんね。残念。そこで、敵大国の船を見つけて攻撃しようとしたが、その船に積んであるものに見覚えがあるさこ水。それはなんとこの世界にないはずの機関砲だった。なんだと。という感じがこの一巻目だね。ちなみにこの、リーンの翼。 では、オーラバトラーは出てこないよ。え、出ないのうん。出てくるのは別シリーズの、オーラバトラー戦記。だね。個人的には、こっちの方が好きかな。そうなんだ。そっちの登場人物はどこかで聞いた人が出てくるよ。ほほう。で、おすすめランクはどれくらいですかそうだね。S、A、D、C、D と分けると、これは、B かな。 面白いとか面白くないとかは別にして、今時ではないですね。40年くらい前の作品なのでちょっと微妙です。かなりセクシャルなシーンもあり、今時ダメなんじゃねえと思うね。でもその時代だからと思ってみればいいかと思うよ。ちなみに前巻読んだ感想としてだけど、実は最後のシーンは一巻の初めに想定できたよ。そうなんですね。うん。ある意味想定通りで安心したよ。まあ、そのあたりは六巻で解説するよ。はい。 ということで今回は以上となります。まだまだ不慣れなところがありますが、チャンネル登録、いいね、コメントをいただければ幸いです。それでは、皆様、まったね。